今回はすぐに結果を出せるすごい集中力という本をご紹介します。これを全部理解するのは難しいな、新しい分野の学習に取り組むと多くの人がそう感じて躊躇することがあるでしょう。しかし、やりたくないことでもそれが必要ならば意志を固めて取り組むしかありません。未知の領域に踏み込む際には鉄のような意志力よりも集中力と習慣化が不可欠です。この本ではこれらの要素をどう生かすかについて著者の実体験をもとに分かりやすく解説されています。勉強が好きで楽しいと感じる人は限られています。特に受験や資格取得、昇進など本来の目的が知識の獲得とは異なる場合はますますそうでしょう。一度で成功し困難な日々を脱することを望むのは自然のことです。この本を実践すればその願いが叶うかもしれません。著者によれば、肝心なのはその日にやるべき仕事を明確にし、一心にその仕事に没頭することです。その日の仕事が終われば、あとは自由時間を楽しんでも構いません。終わったら自由だと思えば集中力を発揮できるのです。著者は脱サラして司法試験に挑戦し、合格までのわずか2年でした。しかも弁護士時代には平均の10倍以上のペースで案件をこなしていました。こうした驚異的な成果が可能だったのは、集中力と習慣化を味方にしていたからでしょう。この本を読めば、あなたも集中力と習慣化という強力な武器を手に入れることができるでしょう。現代社会ではどんなスキルを身につけるにも効率的な勉強が不可欠です。その中で集中力と習慣化はあらゆる人にとって必要な武器と言えるでしょう。この本によれば、集中力を向上させるためには持久力が欠かせません。つまり一定時間徹底的に勉強に取り組むことが求められますが、これが意外にも難しい課題なのです。そのため本書では勉強環境の整備や心身の健康の重要性が強調されています。最終章では Q&A 形式で仕事に追われる鈴木さんや、子育てとテレワークに追われる田中さん、完璧主義に悩む山本さんへのアドバイスも提供されています。著者のアドバイスに従えば、勉強だけでなく仕事や家事、筋トレなどの効率も確実に向上することでしょう。自分自身を変えたい、新たなステージに進みたい、そんな願いを抱く人にとってこの一冊はぜひとも一読の価値があります。